復元されたフォルマウルビスのポンペイウス劇場の観客席の区分この壁に、元々のフォルマウルビスが貼られていた、フォルマアビスルマやあるいは、セウェルステイの大理石平面図とは、大理石製の古代都市ローマの地図である。セプティミウスセウェルステイ時代の203年から211年の間に製造されたとされる。元々のものは幅18メートル、高さ13メートルあり、 平和神殿の内部の壁に貼られた150個の大遺跡の石板に掘られていた。縮尺はおよそ240分の1で、平和神殿周囲やローマ浴場とインスラの平面プランが詳細に記されている。平面図の境界は、大理石神の空白部分で区切られていて、現代の地図のような地理的、政治的境界とは異なっている。 平面図は中世の間にだんだんと壊れていき、大理石は石灰を作るために利用された。1562年に教会から発掘権を購入した人文主義者でコンドッティエーレの遠くとコンティの指揮の下で若き彫刻家イエヌ・ジョバンニ・アントニオ・ドシオは平和神殿の近くでホルマ・ウルビスの破片を発掘した。コンティは発掘された断片を数気強。 アレッサンドロ・ファルネーゼに贈呈した。この数奇教は、送られた断片を古物収集家である EN、古美をシしにや彼の施設図書館員、EN、オノフリオ・パンビニオに託した。断片の意味するところのものにはほとんど興味を持たれなかった。線を超える大遺跡の断片があり、元々の平面図に描かれた領域の10%程度が復元されている。 これらはカピトリーの美術館の EN パラッツォデイカンサーベトリに保管されている。平面図の断片は数世紀間にわたって初学者を虜にしてきた。ルネサンス時代の初学者はコロッセオやキルクス・マクシムスのような通常著名な地理上の標識となる約250の断片の位置を確定した。二十世紀後半になるとクリエル・モガティや EN ルコスコゼ。 エミリオ・ロドリーゲス・アルメーダがいくつかの断片の場所を確定し、その内容を出版した。その他の学者たちは多くの断片の配置を再解釈した。2002年、スタンフォード大学による研究プロジェクトは4つの断片の位置の確定とパターン再認識アルゴリズムを用いて9つの断片を組み合わせることに成功した。考古学と文献資料を用いた研究では、 1996年から、ピアル・イージ・トゥッチが5つのアウグスタン地区において24の断片の場所を位置づけ、カエリウスの丘の上にあるアクバドベクタベムの地域、及び、テスタッチョのオーパス・インサートムにある、共和制時代の建築物、及び、フラミニウス劇場の新解釈を提案した。なお、スタンフォード大学のプロジェクトでは、地図をクリックすることで断片を参照することができる。 ありがとうございます。